やりたくないな。雨めちゃめちゃ降りそうだしな。どうしよう。でもな、車のトラブルナンバーワンだし、やろう。それじゃあオープニング行ってみよう。と、はい、皆さんハロハロー、ベコです。お久しぶりです。はい、ということでね、もう勘のいい方でしたらお気づきかと思うんですけど、今回ねやろうと思っているのが、こちら、よいしょっと、はい、カーバッテリーの交換をしていこうかなって思っております。でね、オープニングでなんでうだうだしてたかっていうと、エブリの場合このバッテリーの位置が床下なんですよね。まあ、荷室にね、いろいろキャンピング仕様に仮装してる方とか、あとはね、エブリーは貨物車なんで、いろいろ荷物積んでる方多くいらっしゃると思うんですけど、まずその荷物をどけるところっていうのがめちゃめちゃ億劫なんですよね。うちのね、エブリーもいろいろね、荷室に積んじゃってるので、まずはその荷物をどかしていきたいと思います。あ、結構ギャップになっちゃってるな。よし、それじゃやっていきます。そしたらね、エブリーのバッテリー確かこの辺に収納されてると思うんで、まずね、このカバー取っていきますね。これただ引いてるだけなんで、よいしょ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 。で、この取り方なんですけど、これただ引っ張るだけ、もうここクリップになってるんで、ポチッっていう感じで引っ張るとこのクリップが取れますね。でこっちもポチッと取って、でこの辺もポチッと取って、こうめくってあげると、よいしょっと、はい、という感じでね、ここバッテリーが、収納されている、蓋ですね。でこの蓋はこうやってネジをこうやって取ってあげると、このね、2本のネジが、取れました。でこれ取ってあげると簡単に開くので、そこに、はい、バッテリーが乗っかってます。ちなみにバッテリー覗くと、こんな感じに、収まっております。めちゃくちゃホコリ溜まっちゃってますね。はい、もうずっとねサボってたからでしょうね。今回、交換するバッテリーがこちら、ドドンと、はい、パナソニックの、カオスっていうね、ブルーバッテリーっていうのをね使っていこうかなって思っております。例えば車好きな方でこのバッテリー使ってる方多いんじゃないですかね。っていうのも、まあ、自分が選んだ理由の、まあ、まず第一としては、充電制御車に対応したバッテリーっていうところで、エブリーに適合が取れております。で第2に、これ何がいいっていうと、メンテナンスフリーって言われる、バッテリーです。バッテリーの中に気硫酸っていうね、劇物入ってるんですけど、その気硫酸の量が、まあ、ちょっとずつ減ってきちゃうんですよね。で液面が減ると代わりに精製水っていうのを入れてあげて、メンテしていくんですが、エブリーの場合ね、こんなところにバッテリーがついてるので、なかなかね横からすぐ液面をチェックするっていうのがね難しいんですよね。やっぱりこういったメンテナンスフリーバッテリーっていうのをね使えてる方多いんじゃないかな。どうなんだろう。皆さんね、どんなバッテリー使えてますか。もしよければね、下のコメント欄のところにコメントいただければ嬉しいです。まずね、外さなきゃいけないのがこのバッテリーを固定するためのこの金具ですね。でこの金具は、ここ何ミリだろう、これ8ミリかな、8ミリのナットで固定されてますね。うん、まずこの8ミリのナット取っていきましょうか。
いやまずい、8ミリのディープソケット忘れてきちゃいましたね。いやミスった。地道にねこのレンチ使ってやっていきます。いや時間かかっちゃいそうだな。これ雨大丈夫かな。よし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 。ちょっと自分が不思議に思うのが、なんで車のバッテリーってあのバイク用のバッテリーと違って桐生さんがもう元々ねバッテリーの中に入ってるんですかね。よくねあのバイク用のバッテリーって自分で桐生さん入れたりしなくちゃいけないんですよね。でそこから充電していくんですけど、車のバッテリーはねもう桐生さんが入っていて充電済みのものが結構多いので交換したらねすぐ使えるんですよね。よいしょっと。はい、ってな感じでね、取れました。それじゃあ次はここ、ターミナルを外していきたいと思います。こっちがマイナスでこっちがプラスですね。でね一応さっきの新しいバッテリーの箱の中にこういったね取り扱い説明書があります。で中読んでいただくと、まあ、交換のね手順とかショートに気をつけてくださいとかっていうのが記載されてるんですが、まあ、ちょっとねこれ一つずつね説明していくと時間かかっちゃうんで簡単に言いますね。まずあのこのターミナルって言われる、まあ、バッテリーの端子から、外す手順なんですけど、マイナスで始まってマイナスで終わるっていう風な感じで皆さん覚えてくださいね。はい、っていうのもマイナスを外してその後プラス外すで、バッテリー交換したらプラスをつけてマイナスをつける、マイナスで始まってマイナスで終わるっていうのを覚えていただければショートをする心配リスクっていうのもね軽減すると思います。あ、これは8ミリじゃないんだ、遠ミリかな。でね、一度バッテリーを外すと電源がなくなる状態になってしまうので、ナビなどの履歴だとかっていうのがもしかしたらねリセットされてしまう可能性もあるので、できればねこういったドンとこんな感じで電源をなくさないようにバックアップする電源っていうのがありまして、このバックアップ電源をこういったねところにつなげてバッテリーを外すと電源がゼロにならないのでリセットされる可能性っていうのも少なくなるので、まあ、もしナビとかそういった、まあ、メモリーをしているんであればこういったねバックアップ電源っていうのはねあった方がいいかもしれないです。自分の場合は別にねナビの履歴とか一旦消去されてしまっても問題ないと思っているので、今回はバックアップ電源つながずそのままね直で交換していこうかなって思ってます。よいしょ、こんな感じで、ターミナル外せました。よいしょっと、もともとね、エブリィの純正でついてるのはフルカーバッテリーかな。さっきのねバッテリーを固定するこの金具、この金具はここね、ここの穴に引っ掛けてでナットで固定する感じですね。で反対側はここに窓ありますよね。この窓のところに上の取り付け金具ここを引っ掛ける感じですね。で、ね、皆さん見えますかね、これなんですけど、これが一応充電制御するためのセンサーって言われるものですね。このセンサーが、まあ、電気を計測してでコンピューターに、信号を送って無駄にねエンジンとオルタネーター発電機を動かさないでってね、見てくれる、まあ、管理人さんみたいなものですね。で自分の場合充電制御車で抜直っていうのをやったことないので難しいんですけど、例えばマイナスと、プラスで抜直バッテリー直接電源を取ったりするんですが、例えばまあサブウーファーとかあとねサブバッテリーとか
を使うときに抜直っていうのをやるんですけど、ここからマイナスを取ってしまうと充電制御の意味がなくなってしまうので、確かねセンサーより前の位置からマイナスを取ったはずですね。はい、もしねその後で詳しい方いたら、教えてください。よし、それじゃあね新しいバッテリーを入れていきますと。よいしょ、よし、これで入れ替え完了なので、あとはねこのナット3点を縮めして終わりです。よし、完成。それじゃあねバッテリー交換終わったんでエンジンがかかるか見ていきましょうか。よいしょ、よっこらセット、よいしょと。あ、今ここ光ってましたね。うん、問題なさそうですね。それじゃあエンジンかけます。よいしょ、うん、問題ないですね。しっかりエンジンかかりました。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画は車のトラブルナンバーワン、バッテリー上がりっていうのを未然に防ぐためにエブリィの、バッテリーを早い段階でね交換しましたよっていうね、そんな動画を撮影してまいりました。やっぱりエブリィの場合は荷室にバッテリーがあることによってどうしてもね点検っていうのがおろそかになっちゃいますよね。だから自分自身は一つ心がけてることがあって、エブリィの場合バッテリーのチェックしにくいっていうところで、できるだけ車検とかのタイミング、まあ2年に1回のスパンのタイミング、ちょっと早すぎるかな、うん、でもまあそのぐらいのスパンで早めにねこう交換していくサイクルを作っていけばバッテリー上がりっていうのをね未然に防げるんじゃないかなって思っております。はい、ということで、まあ今回ね簡単に雑にねちょっとバッテリー交換しちゃったので、あんまりね皆さんは参考にしないでくださいね。はい、もしバッテリー交換するんであれば、他の例えばバッテリー交換を丁寧にね説明してる動画だったり、あとはね取扱説明書っていうのをねちゃんとチェックしていただくようにお願いいたします。はい、ということで今回の動画がいいねって思っていただいたら、ぜひねいいね評価とチャンネル登録の方お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺でバイバイ。